い、スプラトゥーンやっていきたいと思います。今回はフェスですね。ちょっとフェスに参加するの久々なのでどうなるかなって。このね、推定なんちゃらっていうのが、これはどういう意味なんだろう。今推定このポイントで、あのタケノコの里が負けておりますということでしょうか。今タケノコの里の方がポイント少なかったですよね。で、私、そうそう、タケノコの里にしました。もうね、タケノコの里かキノコの山、どちらが好きかといえばもう完全にタケノコ一択。あの、なんだろう、サクサクのクッキーのね、感じがすごい美味しいですよね。やっぱりタケノコの里好きな人は、あのクッキーのサクサク感が好きなんじゃないかなって思うんですよね。キノコの山が好きな方はちょっとクッキーの固めの感じが好きなのかな。どうなのかな。うおー、逃げられた。多分これ後ろから来るでしょう、おそらく。そんな気がするんだ。まあいいや、ちょっとね、縄張りなんで塗っていきます。でね、ロングブラスター使おうかと思ったんですけど、やめました全然使えないんで。で、一応なんかちょっと使いやすそうなわさびで来てみたんですけど、どうかな。ナイス。真ん中あたりにちょっと打っとこうかな。結構押されてるよね。よし、縄張りということを忘れないように。塗らねば塗らねば。おっと、深追いはやめておこう。なんかいい感じですね。タケノコとキノコのこの緑と黄色の色も綺麗ですね。なかなかやばい。あー相打ち。オッケー。あ、もう一人いたんだ。あそこに隠れてるな。あの壁に隠れてる。あ、踊ってる。すごい可愛いそんなちょっと見てる余裕はないので。うわ、危ない。余裕はないのですが、そこにいんだよね。だいぶ押されてる感じだ。頑張らねば。ちょっと逆サイドから行きますか。多分敵陣の方に全然誰もいないんだよね。あの自陣をみんな守ってる感じになってるような気がするので、私めが、あ、ちょっと待って、今ね溜まったので逃げつつこの辺を塗っていこう。 OK。 どうやどうやダメだー。ちょっと待ってくれ、2人いるんだ。うわー、攻め込めない。うわ、どうしよう、きつい。ほほほほほ、うわー集中攻撃きついわ。まあ負けてんなー、だいぶ負けてんなー。うわ、マジか、ここにもトルネード打たれてんのか。いやでもこれでちょっとスペシャル貯めよう。きついなー。うわ、10秒。うわーみんな強いなー。いやでもなんかあのいいですね、この色合い。ほんといいし、タケノコのさ、うわー、来た、やばい、負けちゃったー。まあ初戦はこんなもんか。まあちょっとフェスなんで、あと1戦ぐらいで、ちょっと短いんですけど次で終わりにしようかな。さて、ビーバースパークですね。このフェスになると暗くなる感じもいいですよね。推定、これがちょっとまだよく分かってないけど、とりあえず頑張って塗っていきまーす。あれかな、プロモデラーとかもいいかな、縄張りだし。うわっ、マジか、マジかマジか、やべ、ちょっと待って。いや、そんな大丈夫な気がするけど、インクがあんまりなかったから怖いな怖かったな。よし、なんか先にトルネード使っちゃおうかな。 OK で、こっちから行こう。縄張りいいね、楽しいね。あー、そこにいるのか。パブロかな。よいしょ。うーん、そこにいる。ナイスー、勝ちたいよし、上がれ上がれ、みんないけるぞ。ナイスー、やばー、うまい。みんなやっぱフェスだとうまい人となる可能性もあるからね、それがまたいいですよね。勝てる、頑張ろう。あ、でもチャージャーさんいるんだ。どうしよう、トルネード打っちゃおうかな、この辺に。いけ、
わーいわーい。いや、なんかちょっと勝てそうな気がしてきた。いや、ほんと黄色と緑、黄緑か。綺麗だな、この組み合わせ。すごい好き。いいね。最近ね、チョコレート食べてなくて、暑いじゃないですか。暑くてチョコレート溶けちゃうんで、食べてないんですよ。すごい好きなんだけど。壊す。そう、あのね、タケノコの里もすごい好きで、しょっちゅう食べてるんですけど、暑くなるとやっぱり、あれだな、おせんべいとかになっちゃうな。おせんべい。でもね、できればチョコレート食べたいんですよ。やっぱね、お腹にたまるから、朝食べれなかった時とか最高にいいんですよね、チョコレート。うわー、びっくりした。やった、ナイス、ありがとう。嬉しい嬉しい。わー、待って、インクないやインクないとか悲しいやつ。よっしゃー、いける。待って、たまった。キャーあぶねーあぶねー、いける。いや、やば、勝てそう、嬉しい。いいね、フェス。なんかね、フェスすごい楽しいんだけど、あのマッチングに時間がかかるのが、あのせっかちだからちょっとね、待てないんですよね。だからあんまりフェスとかやってなかったんですよ。まあ、ちょっと時間がなくてできなかった時もあったんですけどね。うわ、まずい。7秒いける、いける。5秒、4、3、トルネード。よしよし、いや、よかった、勝てて。というわけでね、あの私みとこはたけのこの里チームということで、皆さん、あのきのこの山の方も頑張りましょう。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。皆様、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ、携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。